もっと阿波連さんの言いたいことをすぐ気づけるようにしないと事故につながりかねない。しかし阿波連さんはお世辞にも表情が豊かとは言い難い。阿波連さん、このままじゃ良くない。表情を作る練習をしないか。俺に任せてくれ。